はい、どうもこんにちは、ストライエです。今日は12月15日金曜日です。ってことで、通信ショップって曜日ごとに実は入荷商品が変わるんですけど、金曜日でしか買えない、特にね、対戦ではすごく重要な証っていうのがね、金曜日に買えるので、それを今日買わないと1週間後になっちゃうので紹介していこうと思います。特に証って厳選済みのモンスターってキラキラとか厳選するとスキルのね、入れ替えがすごい難しいと思うんですけど、証があればね、スキル入れ替えれるので、まあぜひね、あるうちに買っておくといいかなと思います。で、金曜日ね、すごい固まってて、どっかでね、インテリとかね、インテラつくやつ、要はゴルスラの使うと簡単に使うような証はあるんですけど、他はもうほぼ金曜日に全部固まってて、まず1個目がね、この自己犠牲ですね。自己犠牲、これすぐよく対戦で使うんですけど、覚えるスキルが身代わりと、あと、メガザルになります。身代わりとメガザルを覚えます。で、次、魅惑ですね。これは状態異常をガンガン吐いていくような証になります。まあ、要は状態異常吐くモンスター、例えばフェアリードラゴンとか、あとなんだ、混乱ダンスのやつとか、あとはまあいろいろいますよね、デザートランナーとかね、あの辺につけるのいいかと思います。で、次、アイスバーンはどうでもいいな。ジャスティスですね。これは身代わりとマダンテを覚えます。これも今積んでる人多いですよね。身代わりモンスターでマダンテを打つことによって、相手のね、身代わり1枚剥がせたりするので、結構有用だと思います。まあね、さっきのやつとは使い分けですね。お邪魔虫。これは、みんな大好き。眠りと麻痺詰めるお邪魔虫。めちゃくちゃ優秀です。これ積んでない人はほぼいないんじゃないかっていうぐらい使うスキルなんで、もういっぱい買っておきましょう。で、次、守護神ですね。これも、身代わりのスキルなんですけど、これは光の波動を覚えます。これは身代わり光の波動っていうイメージです。次、ターミネーター。これは種族特攻のスキルですね。獣斬りとかドラゴン斬りとか、大切断とか、あの辺のスキルをどんどん覚えていくようなスキルです。この辺のね、対戦必須なやつがめちゃくちゃ揃ってるんですよね。だからまあ身代わりだけで3つあるんですよ、実は。身代わりと、メガザル、身代わりと、なんだっけ、マダンテ、身代わりと光の波動。まあ、これは本当にね、そのモンスターによって組み替えなきゃダメなんで、ここも買っておくといいかなと思います。ってことで、今日逃したらというか、金曜日を逃したらね、また1週間後しか買えなくなっちゃうので、ぜひね、今日のうちに何枚か、まあ、5枚ぐらい買っとくといいんじゃないかなと思います。ってことで、今回はこの辺で終わります。またね、この曜日もいいのあるよとかね、なんかいい情報あれば、よければコメントまでよろしくお願いします。ってことで、チャンネル登録、高評価、よければよろしくお願いします。バイバーイ。